DS PDS。 はいはい、それでは今日とね、億万長者兼ユーチューバーのテレです。今日とね、Amazon で 100% オフのね、商品プレゼント。皆さん 100% オフの商品見たことありますか？僕はね、最高でもね 98% か 9% ぐらいしかね、見たことなくて、 100% オフってどういうこっちゃー。もう、ね、速攻見せますね。俺が買ったものがこれでもさ、500万円のくせにちょっとなんか放送がなってないですね。あ、でもやっぱ 100% オフだから、ここも節約してるんでしょうね。はい、そろそろテーブルを変えたいんですけど、こちら開けてみましょう。これ500万円ですからね。僕490万以上さ、儲かってるってことだよ、これ。ボロ儲けですよね。あ！来ましたね。こちらが500万円になる江戸時代の硬貨です。ちょっと古いね。汚いし、これちょっとなんか磨きがいがありますしね。500万円する硬貨ですからね。おえー、これ本当に江戸時代で使われてたんですかね、この硬貨。だからこれ触れただけだが、その時代の背景が見えますね。やっぱり500万円の重みって違いますね。ここで一つ豆知識。中国の明治時代に作られ、日本に輸入された、長楽通宝、室町時代から江戸時代初期まで長く使われました。だって日本で使ってるお金が輸入品だ。で、せっかくなんで、査定ね、まあ、してもらいたかったんですけど、ちょっとツイッターで呼びかけてみましょう。これいくらか。はい。こちらの硬貨、いくらの価値ありますか？教えてください。まあ、200万円ぐらい言ってほしいよね。半額以下の。はい。ツイッターでつぶやいてね、1時間ぐらい経ちました。コメントちょっと見てみましょう。いくらか。ネットで100円ぐらいで売ってるとこがありました。は？文鮮っぽいから100円ちょっとくらいかね。小銭屋さんで確認した方が、50円で前買った。500万円って言ったやろ。お前の日頃の行いがいけないからそうなるんだよ。だよって、こんな仕打ちねえだよ。お金をねめじゃねー！ PDS 株式会社。チャンネル登録よろしく、よろしく、よろしく。